ジョナサン・ブルッキンズは、アメリカ合衆国の男性総合格闘家。オレゴン州ポートランド出身。トリスタージム所属。TUF-12 王者。白人と黒人のハーフとして生まれ、白人の多いポートランドで育つ。学生時代はレスリングで二度の州王者となり、ブラジリアン柔術は紫体を持つ。2006年プロデビュー。WEC やベラトアへの参戦経験を持つ。 2010年、リアリティ番組、ザ・アルティメット・ファイターのシーズン12に参加。ジョルジュ・サンピエール率いるチーム GSP に所属。トーナメント1回戦で、チームコスチェックのセバック・マガキアン、2回戦で、サコ・シビチアンを共に一本勝ちで下し、準決勝では、チームメイトのカイル・アトソンに3から0への、判定勝ちを収め、決勝進出を果たした。 2010年12月4日、ザ・アルティメット・ファイター12フィナーレのライト級、トーナメント決勝で、チームメイトのマイケル・ジョンソンと対戦し、3から0の判定勝ち。TUF シーズン12を制し、UFC との正式契約を獲得した。2011年9月17日、UFC 本戦初出場となった、UFC ・ファイトナイト、シールズ VS。 エレンバーガーでエリック国と対戦し、0から3の判定負けを喫した。2014年11月1日、初参戦となったパンクラスで、石渡慎太郎と対戦し、3から0の判定勝ちを収めた。2016年7月24日、バンタム級キング・オブ・パンクラスタイトルマッチで、石渡慎太郎と再戦し、0から3の 判定負けを喫し王座獲得に失敗した。ありがとうございます。